前世代と比較して2025年モデルの三菱デリカは多くの改善と改良を受ける可能性があります。これまでのデリカモデルのトレンドや変更に基づいて外観デザインにいくつかの重要な変化が期待されます。2025年モデルのデリカは現代のデザイントレンドに沿ったより大きく目立つフロントグリルを採用すると予測されています。ヘッドライトにはLED 技術が標準装備される見込みで、昼間走行灯 DRL を追加することで、モダンな印象を与えながら視認性を向上させます。この照明デザインは、モダンな印象を与えるだけでなく、道路での安全性も確保します。デリカの特徴的な空力的プロファイルと、ボクシーな形状は、おそらく維持されるでしょう。シャープな角度と強いラインを使用することで、頑丈で堅牢な印象を作り出すことができます。また、このデザインのもう一つの利点として、燃費の向上につながる空力特性の改善が挙げられます。2025年モデルのデリカのルーフは、様々な種類のルーフレールやルーフボックスを追加することで、より多くの荷物を収容できるように設計されると予想されています。この機能は、家族車や長距離旅行に必要な追加の収納スペースを提供し、デリカの実用性を向上させます。よりスリムでモダンなスタイルの LED リアライトが2025年モデルのデリカに標準装備される可能性があります。このリアライトのデザインは車体スタイルに合わせたシャープな角度とラインを持ち、洗練された現代的な外観を提供します。三菱はおそらく2025年モデルのデリカに消費者の関心に応じて燃費の良いガソリンエンジンに加えてディーゼルエンジンのオプションも提供するでしょう。パワーと効率のバランスを取ることで車両性能と燃費の向上が期待されます。